キングドムは19世紀中頃のイギリスの競争馬、シュボバである。競争馬としては体質に問題を抱えていたため、ダービーステークスで2着となるにとどまったが、ダネボバとしては1870年と1871年にイギリスのチャンピオンサイヤーになるなど成功した。兄に大シュボバストックウェル、ラタプランラがいる。メイアーロスチャイルドの所有馬として競争生活を送ったが、 体質に問題を抱えていたため、3年間で6戦しかしていない。2歳児に参戦して2勝、3歳児はダービーステークスの2着のみ、4歳児は復帰戦を勝つも、シザレウィッチステークスで故障を発生し引退している。タネボバとしてはそのまま、メイヤーロスチャイルドの下で強要された。ハンナ、キングクラフトなどを排出し、1861から77年に、 計14回守護ランキング10位以内に入る成功を見せた。1870年と1871年にはチャンピオンサイヤーを獲得している。その他にサンクのセントアンジェラがセントサイモンの母になる登校生のサラブレットの決闘に少なからぬ影響を残した。キングトム自身は1878年1月にメントモアにて死亡した。27歳であった。 その後直系子孫は、フェイトンや、キング・アーネストのものがやや伸びたが、20世紀初頭のアメリカ合衆国での活躍を最後に遅くとも、同世紀中頃までには消滅したとみられる。ただし、現在でもハノーファーシュの一部にキング・クラフトの子孫が、残存している。ありがとうございます。